さあ続いていってみましょう。続いて登場するのは白鳥和樹です。どうぞ。皆さんこんにちは、白鳥和樹です。皆さんこんにちは。皆さん、お久しぶりですね。あら、皆さん、大人になってしまって、はい、約5ヶ月ぶりに、出場させていただきました。やっと休みがあってですね、なんとか抜け出してきたんですよ。ですね、今日はですね、夏といったら、あれ、やっぱこれですよね。花火買ってき忘れたんですけど、俺と俺にしては、花火とお化けですね。ほら、お化け屋敷行ったら、1秒も前を見れない、俺ですけども、はい。ところでですね、半月ぐらい前に、車を運転しました。仕事帰りにですね、車に乗ると、あれですね、車の温度計がなんとですね、ツイッターに載っけたんですけども、41度をさせてたんですよ。なんでこれ持ってきたんだろうな。それですね、41度をさせてましてね、41度車の温度計ってこれ、車内じゃないの。もしかして外って今41度結構過ごしやすかったなと思って、41度ってあれですよね。皆さん、お風呂の、水温ですよね。41度、皆さん41度の中でグググってもう本当に生きてるんですよ。いや、俺は結構長風呂派で1時間、多い時に2時間入ってますけども、それでもですね、自分は持つと思ってでも、皆さんはですね、皆さん、まあ、30分持つ人もいれば、10分かけて、脱落する人もいます。はい、そういう感じですけどね。でも、後々数十分ぐらいしたら、27度ぐらいに戻ってですね、結構、あ、普通じゃねえかって話ですよね、車の温度計が。あの車壊れてんだな。ですね、もう一つ悲しいことがありました。自分は寝室です。寝るときは当たり前、隣のお母さんの部屋がドアで仕切られてて、いびきかいたりとか、もし何かうるさくしたら怒られます。それでですね、エアコンをつけてくれない。で、俺はですね、扇風機が置いてありました。その扇風機がなんと壊れてしまった。もう嫌だ、もう熱帯や。だからですね、だから俺はその扇風機に向かってつか、なんか扇風機に対して歌を作りました。夏といったらやっぱり夏祭りですね。君がいたなーって歌ですよね。その歌、替え歌しまして、夏祭り、替え歌、白鳥和樹、略して、風祭り。君がいた夏は、遠い夢の中、ああ、ゴミに消えてった僕の扇風タラン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 タ。電気屋で君を見た時に新品姿が眩しすぎて、その片日の夜は胸が騒いだよ。空を飛ぶような涼しい夜。ああ、やっちゃった。壊れないでと願った日がこんなにも早く終わるなんて。君がいた夏は遠い夢の中、ああ、夏に消えてった僕の扇風機。ちなみにパナソニック。そして今現在はうちわの生活。あーち、暑い。ところで、扇風機戻ってくることを楽しみにしてます。ナイスタイミング、ありがとうございました。楽しそうだな、よくわかんないけど。いや、本当に暑いですよね。悩みとかなさそうだよな、お前。いやありますね。あんの？あ、あります、あります。いや、ダメ、それは。いや、頭が悪いことなんですね。いや、何なんだろうな。自覚あるの？自覚してんの？いや、自覚してますね、なんか。なんでそう思うの？自分はちょっと頭悪いな。いや、点数が悪いし、なんか。学力がってこと？学力とか、日常茶飯事。大丈夫だよ、それ。日常茶飯事的にも。日常茶飯事ってことを知ってんじゃん、俺。あ、はあ。ちょっと知ってる言葉さ、ちょっと。あとは元なり山となりとか。え？あとは元なり山となり。一発目それ？あら、ですよね。一発目それ？結構使ったかな。それ言葉さだっけ？どういう意味なの？あとはどうにかなるんじゃねえかみたいな。あとはどうにでもなれみたいな。ぴったりじゃん、それ。あ、本当ですか。座右の銘とかの座右の銘。あ、はい。何？この世の世界をみんなに笑顔で包まれる。ヒーローか、お前。かっこよすぎんだろ、お前。マットなんですけどね、それ
座右の銘がこの世のみんなの、あ、なんか俺は笑顔が好きなんで、この世のみんなを笑顔にしたいと思って、テレビの前でも目の前でも笑顔にしたいと思って、俺は飛び込んできました。すげえじゃん。いやーないですけどね、ちょっと口先だけってことですけども。いや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 今日はだってここにいる人ほら笑顔にしちゃうんだから。あ、本当ですか。あ、そうですね、皆さん来られてますね。めっちゃ下向いてんじゃん、みんなお前。あ、ちょっとほら、笑顔にしないと笑顔。朝連休の終わりだからみんな、あれですね、あの落ち込んでるんですよ。いやいやいや、せっかく振ったのに、せっかく振ったのにお前。みんな3連休来てもな、俺はな連休はねえんだぞ俺は販売機だからな、月曜しか休みじゃないんだ。愚痴はダメ、お前。社会的に愚痴はダメ。あー、ポジティブ、いつでもポジティブな言葉をどんどん言っていかないと。あー、笑って、休んで、好きなことやって、夜更かしして、ドライブして、あれですね、なんか、暑ければ扇風機買って、エアコンも18度にして、デブじゃねえかよ、お前、それ。いや、ほんと、18度にしておかしいよ、これ、ほら、笑顔になってきて、ほら、あ、ほんとだ、喋るとこう、冷たくなるから、この場の雰囲気が。ああ、そうですね。ネタとかやんない方がいいわ。あ、本当ですか。何だぜ。あー、いや、でもなんか今回本当に思いつかなくて思いつかなくて、朝夜更かしして朝寝て、考えるときこうやって考えてんの。いや、一休さんみたいに。いや、全然なんか、どうやって考えるでしょうね。なんか気持ちドライブ中に考えることが多くて、どうしようかなと思って。なんか分かんないけどすげえ疲れてきたわ。あ、すごいなんか奪われてる感じすごいわ。あ、本当ですか。まあ、体を動かすことはいいことなんで。ポジティブだね。ポジティブだね。それでいこう、それでいこう。ありがとうございます。ポジティブでね。はい、白鳥和樹でした。ありがとうございました。ありがとうございます。